どうもこんにちは。ゲームボーイカラー対応の続きを今日ていこうと思います。前回ブート周りを主に見ていったんですけども、まあ、よくわからんということでちょっと調べてきました。あらかたわかったので、まあ、今日はその話をしていこうかなと思っています。で、コメントもいただいてて非常にありがたいコメントのでちょっと紹介させていただきます。えー、スワンさんからいただきました。 ハードウェア側ではカラー対応ソフトの検出はカートリッジの0143を見て判断しますまずこれが一つソフト側はカラーハードウェアかどうかは A レジサーの初期値で判断します 0X11 だとカラーハードウェアと判断されます 0X01 だと DMG これはモノクロですね 0X11 にするとドラッグの挙動が変わると思いますと い,うことでいただいてますだからハード側でソフトかカラーがソフトかどうかっていう判断もしなきゃいけないしソフト側もカラーかどうかっていうのをあのハード側を見て判断どっちも判断してあの動くっていうふうになってるみたいですねだからソフト側はプログラムで A レジスタン初期値があこれだから俺は俺は今ゲームボーイ上で動いてんだとかゲームボーイカラー上で動いてんだっていうのを判断してると。 で、ハード側はお,あおめえはお面は何なんだというのをあのヘッダーを見て判断しているということですね。あの0143ヘッダーなんでちょっとこの話も後でしたいと思います。ありがとうございます。はいで、その話はね。前回こう読んでいくる中であったんで、ああやっぱそうだったんだっていうね。確認になったんで助かったんですけども、えっとその他にね。分かったことがあるので、まずはその話をしていこうかなと。 思いますでさっきの「0143」っていうのはハードウェアレジスターズで見ると「0143」違うこれじゃないえー、っとここじゃなくてハードウェアレジスターズじゃなくてとカートリッジのヘッダーですねヘッダーを見ると「0143」というのは、えー、っとここにあります CGB フラグっていうやつで書いてありましたはいで古いカートリッジではこのバイトはタイトルの一部でした上記参照この「 えとの前ですねメーカーコードになってるんだけどそれももともとタイトルの一部でもともとは「0143」までねここまでがタイトルだったということですね。で残りのバイトに「00」を書き込む埋めて「0143、えー」まであの入れとく必要があるというような形にもともとなってたんだけど後半の3ビットかな3ビットじゃないか。 メーカーコードの部分と CGB フラグの部分をやっぱり別の使い方しましょうということでこんな感じにしてるっぽいですね。はい、でフリーカートリッジではこの、えー、CGB フラグの話ですね、えー、とタイトルの一部でしたというのがこの上の話です。で CGB 以降のモデルはこのバイトを解釈してカラーモードを有効にするかモノクロ互換モードにフォールバックするかを決定しますということでここのフラグこの カートリッジの方のデータを見て、えっと、80だったら、えぇ、ー、互換モード。で、えっ、ー、と、C0 だったら、ゲームボーイカラーでしか動かんよ、というような形になっているみたいです。で、これ、ちょっと見てみようかな。見た方がわかると思うんで、はい。えっ、ー、と、カエルのために金はなるを、ちょっと見てみますね。これ、ゲームボーイの、えっとね、これ、ヘックス、 フィエンド <laughs> これは Mac 用のソフトなんだけどこれが便利なんでちょっとこれで見ますねはいで 0x のえっと143ですねここかな0143だからここだよね0143だよね0143なんで014の0123ここですえっと00ですだからこれはあの えーとゲーボイモノクロゲンボーイだけにしか対応してないよということですねでここからなんでこの辺かなどの辺からかなここからですねえっ、ー、と0304あゼ0134か0134からがタイトルなんでここから「カエルのために」というのがこれタイトルで入ってますねの後ろの方のここを使ってここかここを使って あのカラだから、ま、全く対応してないやつはあのタイトルがバーって入ってて後ろの方が全部0になってるから、まあ、この辺だったら大丈夫だろうっていう判断で、あのー、ここフラグに変えたんでしょうねそんなに長いタイトルないっていうことが、まあ、分かったのか一番最後のビットなんでもともとのタイトルの。だからここは0に必ずなってるっていうような確証があってそうしたんだと思いますけど、まあ、そんな感じになってると。 いでこれを「ドラクエモンスターズ」の方ねこれだけが、えー、と両対応のソフトなんで今持ってる、はい、今持ってる両対応のソフトで見ると0143は、はい、80になってると。で、えー、DQ すらモンスターズっていうのがタイトルですねだから S のとこがここまであってその後ろが全部0埋めされてて03ええー 一四ゼロ一四三のところが八ゼロ両対応のソフトだよということでここで判断できるというような形になっていましたはいなのでここはここは多分ゲームボーイカラーを開発するって時にカラーあまあ両対応するって決めた時にどこかにそのフラグを埋め込まなきゃいけないからフラグを埋め込む場所を探したんでしょうね探して タイトルの後ろだったら大丈夫じゃねえみたいなことだったんじゃないかなって邪推してますけどおそらくそんな感じじゃないかなと思いますはいなんでまあここを見てカラーフラグかどうかを判断性してもらうとでこの後の処理が結構大事でですねはいえー、っとあっうーんとねこれ赤月さんの g b d o x j の電源オンジの処理ですでこっちがパンドックスの えとパワーアップシーケンスっていうページで同じ内容が書いてあってあのまあどっち見てもいいんだけどちょっと、まあ、こっちの方が分かりやすいかこっち見るかはいあのどっちにも書いてあるって話をしたかっただけなんででえっ、ー、とこれがカラーのところですねえっ、ー、とカラーモデルのところですでここから見ていくとその話がはいえっ、ー、と0143がはい はい、CGB 互換バイトが CGB 互換を示す場合これ起動時ですね起動時そのバイトはキー 0FF4C に直接書き込まれ、えー、PGB モードが有効になる可能性がありますとあるんですが PGB モードっていうのはこっちにしか書いてなかったはずだなあの PGB モードというのはどっかにあった気がしたんだけどなんか まだちゃんと解明されてないいなモードらしいですだからあんまり気にしなくていいみたい多分うんまあここに直接書き込まれてこれがあのカラ,ーカラーかどうかっていうカラーでいかなきゃいけないのかあのモノクロモードでいかなきゃいけないのかっていうのをまあ内部的に判断するあのレジスターになっているようですだからこのキーゼロっていうのは多分作んなきゃいけないやつなんですよね。 FF4C ね。これがさっき、さっき開いてた、えー、と、使用メモリーマップ。違う、IO ポートのまとめ。はい。ハードウェアレジスタントのとこ見ると、あれ ?FF4C ないぞ。FF4、ああ。<laughs> これは訳してるからだ。FF4C は、ここにあります。あ、4C、4C。4C は、 ここあれあれあれちょっと待ってあれ ?4D じゃんこれ。あれちょっと待って。FF4C ないぞ。FF4C ないけど、これキー0ってやつね、ここの上にあるはずなんだけど、ここにはないけど、えー、っとね、あるはずなんで、<laughs> あるはずなんで作んなきゃいけないやつですね。で、ついでに言うと、ここがモデルズっていうやつになってるんで、オールってやつはもう、 ど,こどっちにもあるからもうすでにおそらく実装されてるやつでミックスドってやつはなんか変えなきゃいけないかもしれないんだけどこれはシリアルポートなんであの通信ケーブルのと話なんで別に無視してよくてでほとんどオールで、えー、とここの DMG ってやつはあの今実装されているモノクロモードのやつですね。でこれが BG のパレットとオブジェのパレットの一番と二番0番と1番なんで今のパレット情報がここに入ってるとだから真っ白か、えー、真っ黒かその中間色2色かっていうのがここに入ってるんですけどこれはゲンボイカラー使わないんでこの辺りを使ってやっていくみたいですねだからここから先のキー1、まあ、キー0も含めてキー1 VBK とか何じゃかんじゃなかかなんじゃなかゃじゃちゃじゃちゃじゃじゃっていうので、えー、とここまで PCM34 までおオーディオデジタルアウトプット34とかあるぞ何じゃこりゃ、まあ、なんかここまで作っておかないとあ作っておかないと作んなきゃいけないところになるみたいですねだからこれに付随する処理も作んなきゃいけないのでまあそれなりに作業量はあるなっていう感じですねで大事なのはこのキー1が このプリペアスピードスイッチってやつでこれであの倍速モードか通常モードかっていうのを切り替えることができるみたいですでそのあたりの処理がねこの後ろに書いてあってキー0に、えー、それ以外の場合はキー0に04が書き込まれて、えー、CPU の BGMBDMG 互換モードが有効になり OPRIOPRI OP が01これ OPRI っていうのも多分あると思うんだけどあった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  OPRI オブジェクトプライオリティモードっていうのが1にセットされてこれがね DMG オブジェプライオリティが有効になり互換パレットが書き込まれますということでこれがねこれが話が面白いんでちょっと後で話しますけど DMG オブジェプライオリティってやつは現場エミュレーターのもう最後の最後を くらいに実装したものであのオブジェつまりスプライトの描画順が結構特殊であの基本的にはメモリーの順番に40個並んでるメモリーの中に40個並んでるんで並び,順の並び順のうちのあ頭の10個10個以上あったらね頭の10個を取ってきて書けばいいんだけど実際はそうはなってなくてそういう素直な実装にはなってなくて。 ゲンボイカラーはその実装なんだけどその取ってきた中で、えー、被ってる <laughs> 被っちゃってるスプライトがあった場合は X 座標をが、えー、若いものを優先して出すみたいなことになってて結構複雑なんですねだからそれをエミュレーションするモードになるっていうことだと思いますだからカラーになったらそこは省くだけなんで ここの実装はもうすでにできているという感じかなという気がしますはいまあここまでかなで五感パレットの話を少しだけしようかなと思いますねはいはいこっからここっからだであの五感パレットっていうのはゲームボーイのソフトですねをモノクロのソフトをカラーで遊ぼうって時に色が勝手につくんですよで、あの なんか記憶をこの,この話を読んで記憶をたどると確かにあのこのゲームボーイソフトだとこの色でこのゲームボーイソフトだと違う色が出てたなって気はしてたんですけど、まあ、それれれががちゃんと実装さててたっていうのが、ね、これでわかりますだからあの自動着色をソフトがこれだからこの色を使おうっていうのが内部的に埋め込まれてますあのブ,ートブートロムに。だから やっぱそうだったんだっていうのがね面白かったんですけどでこそこにねあの計算の仕方が載っていてこれが見事に面白いというかなかなかはあ、そんなことしてんだっていう感じですね。だだからおめえは何なんだっていうのをソフトがねソフトは何なんだっていうのをどうやって見てんのかっていうのがこの辺に書いてあってあのライセンスコードと、えー、ゲームタイトルを見てゲームタイトルのチェックサムを取って まあまあまあ要はギュッと圧縮して <laughs> あのこれだっていうふうに判断してるみたいですで。でそれをこのテーブルっていう中から探すんですけどこれねタイトルチェックサムで00だったら88だったら16だったらみたいなのを多分見てってるんですけどこれちょっと見にくいんでこれがねこれを見るとむちゃくちゃ分かる。はい。でこんな感じになってるみたいです。で00だったら アレイウェイ,アレイウェ1ェイで「マンベースボール」「テニス」えードラえー「ドクターマリオ」「3C だったら「ドクターマリオ」だっていうふうに判断できるってことですねチェックサムがねでヨッシーの卵だったら「3D」とかっていうふうに「ゼルだ」だったらこれ、あのー「夢を見る島」ですね「70」えー「ポケモンのレッド」「グリーン」でちょっと違うんで 14と AA っっててていう感じになっててだからレッドだと赤系の色になってて緑だったらあグリーンだったら緑系の色になるっていうのはここでこういう実装があるからできてるというようなことになっているみたいです。だからここは、まあ、自社のソフトだけなのかなわかんないけど、まあ、これがねブートロムに入ってたつまりは本体にこの情報が埋め込まれてるんで。 なるほどなるほどそういうあの細かいこともしてたんだっていうのがね分かって面白かったところですね。まあこ,、まあ、こんだけしかないんですけど、まあ、他が切り捨てたのか自社タイトルがあでも「ストリートファイター2あるからまあそれなりに売れてるやつをピックアップしてきて色つけたっていう感じなのかもしれないですね。あとこの辺分からないやつもあるんですけどこれはまあなんかなんかにはなんかは。 対,対応タイトルはあるんだろうけど、まあ、調べきれなかったのかこのこのこれは何の何なんだろう <laughs> このブートロムはえっ、ー、とフリー CGB ブートロムってやつなんでまあ作った方が調べきれなかったのかなっていう感じかなと思います。はい、まあそういうことがそういう機能があって、えー、と実際に使うパレットっていうのをここで決めてます。 でまあ、パレットはどういう色を使うのかっていうのはちょっと今まだ分かってないんですけど赤系の色とか緑系の色とかねなんかそういうパレットのデフォルトのパレットがこう用意されてるんでしょうね。はい、で、まあ、結果としてそのパレットが決まるんでそのパレットを使って、えっと、ゲームボーイのソフトをゲームボーイカラー上で、まあ、とりあえずなん,となんとなく色付きで動かせるっていうふうなことがここでこの処理によってできているということで,で一部が なんととブートロムににつままり本体に埋め込まれてるとこのタイトルだったらこの色っていう風にね埋め込まれてるというのがありましたはいということでそんなところかなとでですねまあここまでざざっと話してきたんですけどめちゃくちゃ分かりやすい <laughs> あのページがあるんでこれはね貼っときますねあのこれを見りゃもう完璧ですはいでゲームボーイカラーと、えー、通常のゲームボーイの違いは カラーパレットがあるよ V r a m バンクがあるよ V r a m DMA 転送があるよ LCDC レジスター0ビットが違うよシリアル通信が違うよっていうのがあるらしいですでゲームボイ機能のアンロックについてはカートリッジヘッダーの 0143H ですねさっき言ってたやつを変更する必要があるよということで白黒のゲームボイだと 80H が使われるんだけどゲームボイカラー専用のタイトルは c これ白黒のゲンボーイっていうかこれは両対応のソフトですね。80。で、カラーだったら C0H になるよっていうことですね。ただ、C、これどっかに書いてたな。この話もしと,しといた方がいいな。あの C H と、C0H とここだな。あ、ここだ。えー、っと、C0H と,と80っていうのは、C0。C0 と80っていうのは、 80は一番上のビットが立ってて C0 は上の2つのビットが立っている状態なんですけどあのその、えー、807ビット目じゃなくて6ビット目のところはワイヤーがつながってないハードウェア的にあのイグノアされてるから80と同じ意味になるみたいです。はいまあ、これがどういう意味を持つのか分かんないけど書いてあるんでちょっと言ってみました。はい。あのあれかな こんな,ことないか <laughs> まあ何か互換性のためにまあどっちでもいい,いいような感じで作ってるんだと思いますけどねはいちょっとそこまでは分からなかったけどまあそんな感じでカラーだったら C0、えー、通常だったら80が使われるって形になってるとここまで話したかな。でゲームボーイカラーの見分け方ということで、えー、とソフト側の話ですねこれはねあの A レジスタの初期値がっていう話がさっきあの一番最初にコメントで紹介した話がここに載っています。 でそうじゃない時は原稿、えー、カラーとアドバンスも見分けることができるらしいんですけど、まあ、それはいいやと、はい、今回はカラ,ーカラーしか対応しないでっていうかアドバンスもなんかなんかちょこちょこ出てくるんでもしかしたらカラーをもっと早くしたやつがアドバンスじゃないんじゃないかと。 つまりはそんなに難しくないんじゃない実装が難しくないんじゃないかと若干思ってきてる <laughs> ところではあるんですけどまだ全然見てないですはいでここから、えー、FF4D かカラーモードの切り替えっていうのがここからありますねでここ,こ,こ,ここからあの速度の切り替え CP の速度の切り替えの話が出ててここであのずっと言ってたストップ命令が出てきて この辺りから、ね、実装始めたいなと思ってるんですけどえー、っとね 4D の、えー、にデータが書き込まれててえー、っと現在の速度が、えー、ビット7にえー、っとビット0に速度切り替えの準備をするかどうかというのが書いてあるらしいです。で速度を切り替えるためにあ速度を切り替える 実際に切り替える処理はストップ命令を呼び出すことなんだけどその前にこのレジスターの方に値をちゃんと入れておかないといけないっていうことになってるみたいです。で切り替える時の疑似コードはこんな感じでえっ、ー、とキーのビット7が、えー、と倍速になってる、これデザイアードスピードだからスピードを要求するってことだからだったら IE を0にして。 パッドなんかでやってますけど、まあ、要はここのキー1の値をうまいこと変えてでストップ命令を呼び出してで速度が切り替わるっていうような実装をしてあげればいいということになっているみたい。まあ速度を切り替えるというか速度自体はあの切り替える切り替えるということは実際に問題しなくていいはずなんですけど。 十分に速いから <laughs> なので、えー、とこの辺りかな速度が速くなったということを示すために、えー、とタイマーとかシリアルポートとか DMA を倍速で動かすみたいなことが必要になるタイマーを倍速で動かすっていうのが多分一番大事だと思うんですけどで他の LCD コントローラーとか hdma とかサウンドのタイミングと周波数とかは何も変わらないんで、タイマーを速くしつつ、この辺は変わらないようにというのをうまく調整してあげないといけないみたいですね。だから、多分実装としてはカラーモードかどうかっていうフラグがあフラグっていうか、まあ、ここにあるのかまあ、これを見て処理をこう。要所要所で切り替えるっていう形になるんじゃないかなと。 思います、ね、でゲンボーイカラーだからといってずっと倍速モードで動いているというわけでもないっぽいのでこれがまた面倒くさいよところかもしれないんだけど遅くていいところはもしかしたらあの通常速度にこれまたこ,のここを変えて呼び出してあの通常モードで動かしてるっていう場合もあるのかもしれないですね。はい、あの消費電力が増えちゃうらしいので。 まもちろんそうだけどねはいなのでカラーだったらずっと倍速というわけにもいかないので、まあ、ストップ命令が都度呼び出されているというようなことを考慮しつつ作っていかないといけないのかなという感じですねはいなのでまあこれを見て大体やるべきことが分かったという感じです話だけで終わってしまったな今日ははいなのでまあ来週からね あのー、実際に自走の方入っていきますけどまずは起動時にこの辺のね FF4D とか FF4C だけに値を書き込むっていうところからね作っていけばいいかなというのがだいたい分かってきたのでその辺から作っていこうと思います。ということで今回は以上次回お楽しみにチャンネル登録高評価お願いします。では